京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻、通称京大 SPH では、グローバルな視野を持った人材の育成を目標に、京大および海外の大学でも学位を取得できるプログラムを用意しています。その一つがダブルディグリープログラムです。ダブルディグリープログラムは2014年度から実施されている京大 SPH での専門職学位課程と、アジア提携大学の公衆衛生関連修士号の学位2つを2年間またはそれ以上の期間内で取得できるプログラムです。通常2つの修士号を取るためには4年以上の期間と2つの大学院の学費が必要ですが、ダブルディグリープログラムでは京都大学と海外大学の単位互換ができるため、最短2年間で2つの修士号を取得することが可能となり、京都大学での学費を納めていれば海外大学の学費は免除されます。海外大学はタイ、マレーシア、台湾の3カ国4校と連携しています。タイのチュラロンコン大学では国際カリキュラムとして医療システム開発に特化した公衆衛生修士課程を提供しています。またそれ以外の専門領域に特化した公衆衛生修士号の取得が可能です。同じくタイのマヒトン大学はタイで最初の医学大学として設立されました。公衆衛生学修士および医療統計学、環境健康学、健康教育と行動科学など理学修士のプログラムがあります。マレーシアのマラヤ大学はマレーシアで最初に大学院レベルで医学分野の学位課程が提供された大学です。健康政策管理、疫学、医療統計、家庭医学、労働安全衛生など5つの領域で研究を行っています。台湾の国立台湾大学は台湾で最初の公衆衛生大学院として設立されました。ダブルディグリープログラムでは疫学、予防医学、環境・労働衛生科学、食品安全・健康など3つの学院にて修学が可能です。本プログラムの基本的なスケジュールをご紹介します。京都大学大学院入学後、1年目の前期は京大 SPH に在籍します。1年目の後期から2年目の前期までを海外の大学で過ごし、2年目の後期に帰国し、残りの授業の履修や課題研究を完了すれば京都大学の社会健康医学修士が授けられます。このように本プログラムでは短期間で2つの修士号を取得するため、各大学で必須とされる単位を短期間で習得し、2つの異なる論文の提出が必要となります。短期間の集中プログラムではありますが、京都大学での研究と海外での研究の両方を実施することで、より多角的なグローバル視点で自身の研究スキルを向上させ、学びをさらに深めることが期待できます。それでは最後にこのプログラムに参加した卒業生の声をご紹介します。本の大学で学び直したいっていう気持ちで京大には入ったんですけれど、でもやっぱりその海外に視点を置いて研究をしたいとか、機会があったら海外に行きたいっていう気持ちは同時にあって、両方を達成できるプログラムだっていうことがすごく魅力的だなと思って、個人で勝手に探していくんじゃなくて大学に支援していただいて行けるっていうのはすごくメリットだなっていうふうに私は感じました。やっぱり京都大学にしても、そのパートナーの大学にしても、おそらく教員と学生の結びつきっていうのは
その他の大学よりも深いと思っています。まあ、特にその欧米の公衆衛生大学院っていうのが、まあ、大人数であまり教員との交流が通らないっていうところも多いと聞いてますので、まあ、チュラロンコンとかだと本当に、先生と一緒にご飯食べに行って、仲良くして今にも連絡取ったりしてるんですけど、そういったところは、メリットになるかなと思います。ダブルディグリープログラムへのご参加お待ちしています。